アイテム番号 SCP-13JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。現在 SCP-13JP はビデオテープに記録されており、そのビデオテープはサイト8181の収容ロッカーに保管されています。ビデオテープを外部に持ち出すことは許可されていません。またこのビデオテープを最後まで再生することや破壊することは禁止されています。説明。 SCP-13JP は3人以上の血縁関係のある人物の映ったホームビデオのみに登場する人物です。 SCP-13JP は常に顔に高齢の男性を模したマスクを被っているように見えます。SCP-13JP が言葉を発したケースは今のところ確認されていません。現実ではどうであれ、SCP-13JP はビデオ映像の中の家族に歓迎され、親しい仲のように見えます。すべてのケースで、ビデオを撮影した者とその家族は SCP-13JP が撮影時その場におらず、また、そのような人物に見覚えもないと主張しました。SCP-13JP の記録されている映像を最後まで再生し終わると、撮影者と家族は SCP-13JP を親戚であるか、親しい仲の人物であり、映像に何ら不思議な点はないという認識に至ります。記憶処理を行ったとしても、その認識に変化はありません。なお、SCP-13JP の記録されている映像を複製した者には、SCP-13JP の存在はなく、全く異常は見受けられません。また、SCP-13JP の記録されている映像は、通常の映像記録と同様に巻き戻すことが可能です。その場合は、巻き戻した地点からまた同じ内容の映像の再生が始まります。SCP-13JP の記録された映像を最後まで再生し終わるか、記録媒体を破壊すると、別の記録媒体に SCP-13JP がランダムに移動します。移動後、元の映像からは SCP-13JP の姿が消え、出現以前の映像に戻ります。SCP-13JP が移動できる距離に制限はないものと推測されていますが、SCP-13JP の出現は日本国内のみにとどまっています。財団は以前から、ホームビデオに知らない人物が映っている、との報告を調査してきましたが、SCP-13JP の持つ異常性ゆえに確保できていませんでした。しかし、22とある SNS 上で同様の書き込みを見つけ、IP アドレスから住所を特定してエージェントを送り込むことに成功しました。幸運なことに、再生機器の不調により、映像は最後まで再生されていませんでした。SCP-13JP の記録された DVD-R を確保した後、撮影者 13JPA とその妻と娘に質問を行い、SCP-13JP の異常性を確認しました。財団の用意した再生機器で DVD-R をすべて再生した後、撮影者 13JPA とその家族は、SCP-13JP を遠い親戚であると主張し始め、彼が、娘の誕生日会ビデオに映っているのは不思議でも何でもないと語りました。最後まで再生したことで、その DVD-R は異常性を失いました。撮影者 13JPA とその家族には A クラスの記憶処理を行った後、解放しました。ほい。二重撮影者 13JPA とその妻と娘、父親の計4人が家で何者かに惨殺される事件が起きました。警察によると、家には無理やり押し入った形跡はなく、また、机の上には5人分の夕食が用意されていたとのことです。SCP-13JP との関連性は今のところ不明です。